静岡県浜松市の聖林長谷部敦成です。はい、昆布の佃煮の作り方をご紹介いたします。もう本当古典的な日本料理の中の昆布の佃煮をさらに簡単に作れるようにアレンジしたものです。まあ、ポイントはお酢をしっかり入れてあげるとどんな昆布でも柔らかく煮上がるので、まあ、そこが一番大事なところかなと思います。では昆布の佃煮を作っていきます。最初は水が 750cc です。まあ、水は何でも構いません。ミネラルウォーターが一番いいですね。で水を750入れたら砂糖が 30g ですね。これ多く作る場合には昆布と同量の砂糖で大丈夫です。溶かしていきます。これ黒砂糖を使うんですけど、白砂糖だと甘さがすごくきつく感じてしまうので、必ずミネラル分の多い黒砂糖、または粗製糖とかそういったものを使ってもらうといいと思います。で砂糖がこのように溶けたらお酢を大さじ1杯入れてください。であとはこの液体の中に昆布を入れて冷蔵庫でラップをしてこのまま2日間寝かせてください。でこれが2日経ってだいぶ昆布がふやけた状態ですね。で先にお鍋にこの昆布の地を移してあげます。そしたらこの昆布を好きな形に包丁していってください。どのような形でもいいんですけど、まあ僕ら和食屋さんだと結構四角に包丁することが多いですね。しっかり揃えてあげて正方形に包丁していきます。この時昆布がすごいぬめりが出てるので手を切らないように気をつけてください。で一番大事なのがこの昆布を水戻しするときに濃い口の醤油先に入れちゃうと醤油の味だけ中に入っちゃうので、浸透圧の関係でやっぱ砂糖が一番入りにくいので砂糖の水だけを入れてあげてください。こんな感じでここから炊いていきます。家庭用のコンロでどうかな、最初は強火で、沸くまでは強火でかけてください。火をつけたら濃い口醤油ですね、うちでは本膳というお醤油使ってます。これを 20ml です。でこのレシピだと最初ものすごく味を薄く感じるんですけど、このまま時間をかけてずっともうこの字がなくなるまで炊き込んでいくので最後に味がちょうどよくなります。で沸いてきたら火を少し弱くしてだいたい30分から1時間の間でその字が完全になくなるように炊き上げてください。まあ、その時間というのはコンロの火力もありますんで、焦げないように見ていていただければ、30分より短い時間でこの字がなくなるように炊き上げてしまうとまだ昆布が硬くなってしまうので、必ずその30分以上炊くようにして炊き上げてください。そうですね、途中でちょこっと水を足していただいてもいいんですけど、できればその前に火を弱火にしてちょっと目を離さないで見ていてもらえるのが一番いいかと思います。はい、美味しいものを作るときはやっぱつきっきりになっちゃうので旦那さんの顔を思い浮かべながら火につきっきりでいてください。これぐらい沸騰が始まったら火を弱めてもらってふつふつと沸いてるぐらい火を調整してあげてください。だいたいこのぐらいの火加減で30分ぐらいで炊き上がるようになってます。さっきよりだいぶ字が減りました。これぐらいの字になったら鰹節を入れます。鰹節は 10g です。そしたら少し混ぜてあげてください。これでもう40分ぐらい炊いているんですけど、あとはもう昆布がだいぶ箸が刺さるぐらい柔らかくなっているので、ここからはもう一気に強火で煮詰めていきます。もうあっという間になくなっていくので、たまに鍋を振ってあげないとそこにこびりついて焦げてしまうので、やっぱりこの大事なのは昆布を戻したその
水を使って炊き上げることが一番大事なので、他に何も入れちゃダメですね。入れていいのは鰹節ぐらいです。そうですね、やっぱ佃煮、どんなものでそうなんですけど、干し椎茸を炊くときも干し椎茸の戻し汁だけを使って炊いてあげるとか、やっぱ余計なものを添加しないで、そのものから出た旨味をもう一回中に閉じ込めてあげる仕事と思っていただいた方がいいですね。このようにもう字がなくなってくるとパキパキ言い出すんですけど、音が一気に変わり出すんですよね。もうこうなってきたら手を止めずに鍋を動かしながらずっといってあげます。僕はもう完全に煮切っちゃわないので、もうこれぐらいになってきたら火を止めて完成です。はい、それでは炊いた昆布を盛り付けていきます。今回は本当にいろんなサイズで包丁していったので、最初に四角く包丁したものを入れてあげます。少し鰹節が入るとやっぱ昆布と鰹節と合うので、佃煮のいいアクセントにはなります。こうなんか見栄えを大事にしたいなら、もうピシッと最初包丁するときに全部同じサイズで均等に包丁していくといいと思います。ではこちらで完成です。